もし織田信長が存在していなかったら、天下人に最も近いのは誰だった？皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、もし織田信長が存在していなかったらについて紹介していこうと思います。よくあるイフストーリーでは、もし織田信長が生きていたらというテーマは多いのですが、その逆を想定したイフストーリーはほとんど存在しないと思います。そもそも信長という戦国一のトップスターが不在というシチュエーションが想像しにくいためでしょう。そこで今回はそもそも信長が存在しないという状況を想定し、一体誰が天下人の座に近かったのか考察を加えてみたいと思います。尾張の織田、駿河、遠江の今川をめぐる情勢はどうなる？信長が存在しない世界で、それぞれの戦国大名たちは一体どのような動きをするのでしょう。まず本来なら信長がいたはずの尾張から見ていきます。戦国時代の尾張には守護として芝氏が存在していましたが、打ち続く戦乱の中ですっかり衰退し、吉宗、吉兼の頃には清洲織田家の傀儡となっていました。一方、熱田や対馬を領して勢力を拡大していたのが清洲織田家の家臣筋にあたる織田信秀です。盛んに三河や尾張へ出兵しては戦国大名として成長していきました。天文21年1552年に信秀が亡くなります。本来なら信長が後を継いだところですが、おそらく弟の信行が家督を継承するでしょう。信行の人物像ははっきりと伝わっていないのですが、亡き父の遺志を継ぐ可能性が高いと思われます。それは東の今川氏と和睦し、三河を全面的に割譲することでした。また州筋の清洲織田家とも意外に良好な関係を築くのではないでしょうか。東の安全を保ちつつ、身の丈に合った領国経営を行うと思われます。つまり信長が存在しない尾張では、おそらく差したる戦乱は起こりません。尾張統一がなされない代わりに、下四郡を清洲織田家が、そして上四郡を岩倉織田家が支配するという状態が続くことでしょう。また本来なら信長に通じたとして暗殺された芝吉宗も傀儡のままで清洲城に居続けるはずです。一方、今川氏が支配する駿河、遠江の情勢はどうでしょうか。そもそも永禄3年1560年に起こった桶狭間の戦いは、織田信長と今川義元の三河争奪戦に端を発したものです。信行と義元が和睦関係にある以上、戦いなど起こりようがありません。また天下を狙うほど義元には野望がなかったという説もあります。桶狭間の戦いにしても、単に三河の安定化を図ろうとしたに過ぎないと指摘する声もあるほど。そうなると義元にとって尾張を攻めるという大義名分はなく、動くとしても清洲織田家と岩倉織田家との間で内紛が起こった場合に肩入れする程度でしょう。信長がいない世界での東海地方は意外に平穏を保っていたのかもしれませんね。混沌ぶりを深めていく畿内の情勢、ここから一転して畿内へと目を向けてみましょう。畿内では15世紀初頭の永昌の錯乱以来、政治情勢は混乱していました。細川氏の内部分裂に始まって、周辺勢力を巻き込んだ内乱へと拡大し、もはや将軍の実権などないも同然です。そうした中、畿内の混乱を鎮めて天下人となったのが三好長慶です。勢力を拡大していった長慶は、永禄4年1561年には10カ国に及ぶ勢力圏を確保し、実質的に天下を牛耳る立場となりました。ところが三好氏の権力基盤は意外に弱く、その後も反三好勢力が反乱を起こすなど、安定した政治基盤を築くどころではありません。さらに三好氏を不幸が襲いました。長慶の弟や嫡男が次々に亡くなり、永禄7年1564年には長慶自身も病没してしまったのです。
一族を率いてきたカリスマの死によって、瞬く間に三好氏は内部分裂を起こしました。そして松永久秀と三好三人衆との内乱が起こります。当初は三人衆側が有利だったものの、三好の後継ぎである義継が久秀に加担したことで、戦いはますます混沌の度合いを深めていきました。しかし四国に地盤を持つ三人衆には大きな軍事力があり、さらに新しい将軍として足利義秀を担ぎ出します。やがて義秀が発した追討令を受けた久秀、義継はますます不利になっていきました。本来ならこの時点で信長の上洛を迎えるのですが、そのようなイベントなど起ころうはずがありません。ここで久秀、義継を追い詰めた三人衆はとっておきの隠し玉を出してきました。義継の敗着を起とし、讃岐の曽郷氏を継いでいた正康を担ぎ出したのです。曽郷氏の家督は実弟である正幸が継ぐことになるでしょう。こうなると将軍と三好の新しい後継者を押し立てた三人衆に怖いものなどありません。大軍を動員して屈服させ、久秀、義継は撃たれるか逃亡するかのどちらかでしょう。久秀にとって流浪している足利義昭を庇護するという奥の手もあるはずですが、おそらく賢明な義昭は首を縦に振ることはないはずです。こうして阿波讃岐を地盤とする三好三人衆が畿内の実権を握りますが、おそらく長続きすることはありません。脆弱な基盤しか持たない三好氏はどこかのタイミングで再び内紛を起こし、おそらく畿内の混乱が収束することはないでしょう。上杉謙信は果たして動くのか。ここで北陸方面に目を転じてみます。永禄の変で畿内を脱出した郭慶こと足利義昭は、庇護と幕府再興を求めて近江から若狭、越前へと移っています。松永久秀を頼るという選択肢もあったはずですが、久秀の嫡男久通は兄の義輝を殺した実行犯ですし、信頼などを置けなかったことでしょう。そこで越前の朝倉義景を頼り、上洛への道を切り開こうとしたのです。ところが頼みの義景は背後の加賀で一向一揆と敵対しており、すぐには動けない状態でした。それでも義昭は希望を捨てずに朝倉と一向一揆の和睦を斡旋して実現させます。さらに朝廷へ上奏して義景の母を従二位に昇進させたり、義景を管領台に任じたりなど積極的に背中を押しました。それでも義景の重い腰は上がりません。越前での滞在が長期に及んだ義昭は焦りますが、ついに絶望へと突き落とされました。義景の嫡男熊君丸が幼くして亡くなり、義景は失意の底へ沈んでしまったのです。義景はすっかりやる気をなくし、もはや上洛どころではありません。こうなると越前での長居は無用でした。義昭はかねてより越後の上杉謙信に対して上洛への協力を要請していましたが、頼るべきは上杉しかないと思い至ったのです。謙信は生粋の将軍審判ですし、正当性のある義昭ならきっと立ち上がってくれると考えました。史実では数ヶ月後、信長の下で庇護を受けた義昭ですが、ここで越後行きを決意します。越前を離れて春日山城へ迎えられた義昭ですが、ここでさらに厳しい現実に直面しました。武田や北条が越後を伺う中、謙信は越中の一向一揆と死闘を繰り広げており、さらに越後北部では本庄重長が反乱を起こしている真っ最中だったのです。四方八方に敵を抱えた状態では上洛の軍を起こすなど、夢のまた夢でした。それでも義昭は必死になって武田北条に対して和睦を持ちかけますが、一向に拉致が明きません。肝心の謙信が首を縦に振らない以上、その努力は徒労に終わるはずです。信長が存在した世界でも存在しなかった世界でも、上杉謙信が動くことはないでしょう。あまりに多くの敵を抱え込んだため、ニッチもサッチもいかなくなっていたのです。武田信玄、慶喜不死で天下取りは可能だったのか。
さて、次に甲斐の武田氏を見ていきましょう。信長がいないことで、本来なら桶狭間の戦いで討ち死にしていた今川義元は健在です。そのため、史実にある武田信玄の駿河侵攻は実現していません。また、武田、今川、北条による三国同盟は大きく効力を発揮するでしょう。それともう一つ、今川氏との関係が変わらない以上、信玄の嫡男、義信の動向も変化はないはずです。なぜなら、新今川派といえる義信が謀反を起こす理由がなく、史実にあった義信事件が起こることはありえません。そして信玄との親子関係に亀裂が入ることもないでしょう。つまり武田と今川の関係が良好であるうちは、義信の跡取りとしての地位は不動のものなのです。さて、上杉との泥沼の抗争が一段落した信玄にとって、狙うべきは西神津家か美濃方面に限定されます。すでに神津3年1557年から進められていた西神津家侵攻は、10年後の美濃和城落城によって完結しました。東への領土拡大は最終段階を迎え、今度は史実にある通り西を目指したいところです。もし足利義昭が越前から越後、そして甲斐へ流れてきたなら、信玄は大きな大義名分を手に入れますが、果たしてうまくいくでしょうか。駿河、遠江、三河といった地域を今川義元が抑えている以上、東海地方から京都を目指すことはできません。結局は信濃南部から木曽、そして東美濃から侵入するケースしかないのです。幸いにも信玄の調略が図に当たり、天文24年1555年頃から東美濃を治める遠山氏は武田に侵入していました。それでは東美濃の岩村城あたりを拠点にして、美濃中心部を攻略できるのではと考えるのは早計です。諏訪から木曽、そして中津川を通って岩村へ至るルートは江戸時代の中山道にあたりますが、整備されるのは戦国時代の末期になってからです。当時は坑道として機能しておらず、大軍の通過など不可能でした。史実では秋山虎重が侵攻した時に3000の兵が通過したのみで、甲州征伐の時も森長吉らの軍勢もここを通りましたが、やはり3000程度に過ぎません。そんな峠がいくつもある険しい道を数万の大軍が越えていくわけですから、東美濃から西へ進出しても後は続かないでしょう。何せ諏訪から岩村まで直線距離だけで150キロもありますから、兵站や補給もおぼつきません。さらに美濃には斎藤氏が盤踞していますから、たとえ美濃中心部へたどり着いたところで2万の敵兵が待ち構えているのです。果たして信玄、義信がそこまでのリスクを負うでしょうか。仮に義昭を保護したとしても、結局は八方塞がりになるだけでしょう。信長が存在していない世界では、武田の天下取りもまた夢に終わるはずです。西の大大名毛利氏は果たして天下を取れるのか。最後にもう一つの有力候補である毛利氏を見てみましょう。毛利元就はたった一代で山陽山陰10カ国に及ぶ半島を築き上げました。ここまでは最も天下取りに近い戦国大名は毛利氏だったはずです。ところが東では尼子残党軍に悩まされ、西では大友氏と北九州での覇権争いに謀殺されていました。いわば不都合な二正面作戦を強いられていたわけです。すると元就は最も賢明な方策を選択しました。永禄12年1569年に起こった大内輝弘の乱を契機に、北九州の放棄を決定したのです。全ての兵力を東へ差し向け、山中鹿之助ら大内残党軍を打ち破るためでした。ところがほどなくして元就が病没し、毛利氏の家督は孫の輝元が継ぎます。亡き元就はすぐに輝元を中心とした両線体制を構築しており、さしたる混乱もないまま家の継承に成功したのです。とはいえ当主の輝元はまだ若く、大友氏との抗争の火種は残ったまま。
どうにか雨子最高軍を東へ追いやったものの、しばらくは動きが取れませんでした。そんなさなか、上杉謙信の説得を諦めた足利義昭が毛利氏を頼ってきます。もともと永禄11年1568年の時点で毛利氏に上洛要請を発していましたが、朝倉上杉と頼ってきた義昭にとってもはや毛利が最後の希望でした。もし断られるようなら将軍就任の夢は消えてしまいます。また毛利としても頼ってきた騎手を無下にもできません。ビンゴの友で迎えられた義昭は早速輝元に面会し、上洛軍を起こしてくれるよう促します。とはいえ輝元はきっと困惑することでしょう。亡き祖父は領土不拡大の方針を遺言にしていますし、大友最高軍が挙兵するかもしれません。何より背後にいる大友宗麟の動向が気がかりだったからです。とても19歳の若殿に決められることではありません。二人の叔父に相談すると答えるのみでした。そこで義昭はある条件を出します。大友を和睦に応じさせ、毛利にとって西の脅威をなくすことを提案したのです。そうは言ってもただで大友宗麟が食いつくとは思えません。なんと将軍就任の暁には大友殿を太宰の第二へ昇進させることを奏上すると言ってのけたのです。とはいえ義昭は将軍ではありませんから空約束に過ぎません。しかしこの提案に宗麟が乗ってきます。何せ太宰の第二といえば太宰府での実質的なトップを意味しました。かつては小児氏や大内義隆なども任会している憧れの位であり、九州を支配する大義名分として申し分ありません。実際の効力は何もないのですが、やはり宗麟とて名族の出身ですから高いステータスが欲しいのは同じです。こうして大友氏と和睦を果たした毛利氏はいよいよその目を東へ向けることになります。信長という障壁がない以上、東にいる勢力は小大名ばかり。輝元はまず田島の山名助豊と同盟を結んで雨子残党の動きを封じつつ山陰地方を安定化させるでしょう。ついで備前では浮田直家を積極的に支援して浦上氏と敵対させ、天正2年1574年には浦上宗景を滅ぼしました。これで播磨から京都へ向かう進撃ルートが確保できたわけです。また播磨国内では小寺政元や別所康春らが義昭のもとへ馳せ参じて軍勢に加わることでしょう。やがて天正4年1576年を迎える頃には、依然として畿内で勢力を張る三好氏とぶつかることになります。所詮は摂津あたりで戦いが起こる可能性がありますが、度重なる内紛によって三好氏は弱体化していることでしょう。おそらく毛利軍の敵ではないはずです。京都へ入った義昭は第15代将軍となり、輝元は幕府管領に指名されるかもしれません。とはいえ畿内を叩き出された三好氏ですが、畿内にはまだ多くの拠点を確保しており、本国の讃岐、阿波には大兵力が控えています。果たして毛利氏は安定した政権を維持できるのでしょうか。それは輝元というよりも吉川義治や小早川隆景の器量次第だと言えるでしょう。まとめ、今回は信長が存在しない世界をシミュレートしてみました。当時の名だたる戦国大名を見回しても上洛できるだけの決定力は誰も持ち合わせていません。どうにか毛利氏にだけチャンスがあるように思えますね。よく戦国時代は軍友たちが天下を争ったものと勘違いされがちですが、実際は領国を維持するだけで汲々としていたのでしょう。そう考えると天下人となった織田信長の偉大さがますます際立ってくるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。